なぜなら売り上げを増やすとさらに資金繰りが悪化しちゃうからなんですよ。販売費と一般管理費に分けるってことが重要なんですよ。これができたらかなり強いっていう打ち手が一つあります。どうも、一郎さん、あしろです。今日はですね、資金繰りが悪化しているのに売上を増やすなというテーマでお話ししていきたいなというふうに思います。このチャンネルではですね、中小企業の経営者に役立つ話、会社にね、最大限キャッシュを残すために、お金を残すためにはどうすればいいのかっていう話を日々配信しておりますので、ぜひですね、ちょっとでも興味があるということであればチャンネル登録をして、次回の動画もお待ちいただければなというふうに思います。またですね、動画概要欄の方に公式 LINE っていうのがあるんですけど、こちらの LINE 登録者限定でですね、特別に YouTube では伝えきれないようなお得な情報を3本の動画でプレゼントしておりますので、ぜひですね、そちらの動画の方もゲットしていただければなというふうに思います。ということでですね、皆さん、今日のこのねテーマについてどう思いますか？資金繰り悪化しているのに売上増やすなと。いやいやいや、資金繰り悪化してるんだから売上増やさなきゃダメじゃんって思いますよね。確かに売上がね、本当に減っちゃって、もうとりあえず入ってくるお金増やさないとどうにもならないっていう状態の会社、まあこういうケースも正直あります。もう売上を増やす以外に打ち手が何もないっていうケースですね。まあそうなってしまうと相当厳しいんですけど、じゃあね、なんで資金繰りが悪化したら売上を増やすなというふうに言っているか、まあこの意味をちょっとね考えていただきたいんですね。資金繰りが悪化しているケースってどういう状態になっていることが多いかっていうと、ほとんどの場合はですね、赤字であったり債務超過であったりっていう、まあ非常に会社の状態が悪いケースが多いんですね。黒字で資産超過でっていう状態であれば、目の前のお金がちょっと足りないっていう状況になっても、まあ、銀行がお金貸してくれるので、まあ、どうにかなるわけなんですよね。コロナ前まで多くの会社がそうやってずっとやりくりをしてきていましたし、コロナになってね、さらに多くの会社がコロナ融資っていう借金をして食いつないでっていうことをやってますよね。それでも資金繰りが回らなくなってきたということであれば、もう相当やばい状態にもうなっちゃってて、銀行が相手をしてくれない状態っていうことですよね。そうなってくると、もう売上を増やすなっていうよりも増やせなくなるんですよ。なぜなら売上を増やすとさらに資金繰りが悪化しちゃうからなんですよ。まあ、現金商売であったり利益率 100% ですっていう商売は別なんですよ。例えば現金商売で飲食店やってますと、そういう場合には売上のねお金っていうのはもうその場ですぐもらえますと、その日にもらえますと。で、仕入れの食材の仕入れなんかにかかったお金は、まあ、後払いですよね。なので入ってくる方が早いということになるので、売上増やしてもうどうにかなるという状態作れるんですけど、通常はそうじゃないっていうことですね。まあ、あとね、コーチコンサルセミナー業みたいな業種であれば仕入れとかね経費発生しないので、ほとんどそういう場合には売上増やしても資金繰りが悪化することって基本的にはないんですけど、まあ、ただそういう業種であってもね、通常は広告回してお客さん集めたりとかっていうことをしているので、まあ、やっぱりそうなってくると先にねキャッシュを使わないとお客さん集められない、売上入ってこないっていう状態になるので、まあ、資金繰りが回ってないっていう状態だと厳しい可能性が高くなってくるんですけど、今日の話はそういうことではなくて、まあ、普通の、ね、製造業であったり運送業、建設業みたいな、あとは人材派遣とかね、物とか人が動くような仕事ですね。その場合には売上を増やそうとすると、例えば製造業だったら先に物を作って売れる状態にしておかなければ売れないですよね。なので材料を仕入れたりするのも当然お金払いますし、工場で働く人の人件費なんかも当然払いますと。で、売れるのは後ですよね。なので絶対にお金が先に出ていくことになるんですよね。だから資金繰り回ってないとですね、売上増やして拡大していくっていうことできないんですよ。まあ、ちょっと運転資金の図を書いて説明しますけれども、はい、まあ、こちらが運転資金を図にしたものなんですけれども、要はね、在庫で先出しでお金出ていくものですね。で、ただ在庫先出しでお金出ていくって言っても、まだ払ってないのが解約金ですね。それはマイナスします。で、逆に、まあ、在庫売れたらお金入ってくるんですけど、売れたけどまだお金入ってきてないという状態が売掛金ですね。この売掛金、売上債権と在庫の合計と、まだ払ってないお金、解約金の差額が運転資金、まあ、この部分が売上をどんどん増やしていくと、まあ、どんどん大きくなっていっちゃうんですよね。で、足りないお金が増えていくという状態になっていきます。そうするとですね、資金繰り回ってないとどんどん規模を縮小していくしかなくなっちゃうんですよね。まあ、手持ちの在庫をとりあえずはけていくとかね、まあ、そういったことしかできなくなっていっちゃうんですよね。で、何か施策を打とうといってもお金がなければなかなか打てる施策もないわけです。じゃあどんなことをやれば資金繰り改善できるかっていうと、例えばね、今と全く同じものを同じ取引先に今より高く買ってもらう、要は単価をアップするっていうことですね。これであれば何にもお金をかけずにね、見入りだけが多くなる、入ってくるお金だけが大きくなるっていう状況を作れます。ただ当然これね、単価を単純に上げるってハードル高いですよね。簡単にできるかっていうとできません。あとはですね、コストカットぐらいしか打ち手がないんで
ですよね。コストカットは単純に会社から出ていくお金が減るっていうことになるので、会社にとってはプラスしかないということなんですけど、コストカットをする中身に実は注意が必要なんですね。コストカットの対象って、まあ、もちろんね、原価を下げるっていうこともやりますよね。まあ、仕入れの価格を下げたりとかっていうところはもちろん努力するんですけど、まあ、コストカットは主に固定費が対象になってきます。で、固定費って何なのっていうと、販売費及び一般管理費ですよね。ちょっと書いてみますけど、販売費及び一般管理費、見たことありますよね、この言葉。で、実はこの販売費及び一般管理費の中身をですね、販売費と一般管理費に分けるってことが重要なんですよ。販売費っていうものをコストカットしてしまうとですね、売上収入入ってくるものが減っちゃう可能性があるんですね。これだと余計状況が悪化しちゃう可能性ありますよね。とりあえずカットしようって言って販売費全部カットしたら売上もゼロになっちゃいました。これだと本当にお金回らなくなりますよね。コストを減らしても収入に影響しない部分をコストカットしていくっていうことが必要になってきます。例えばなんですけど、まあ、携帯使ってますと、従業員に携帯持たせてますっていうのを、ドコモを使ってたものを格安 SIM に変えるとかだったら、お客さん別に減らないですよね。連絡手段がドコモの携帯からの電話か格安 SIM からの電話かなんてわからないので、そこでコストカットしてもお客さん減らないですよね。でもコストは大幅にカットできますと。まあ、そういうですね、収入に影響ないコストをカットしていく。まあ、こういうことをやります。あとですね、今日の最後に資金繰りが厳しい会社の究極の打ち手を一つね、お伝えしたいと思うんですけど、これができたらかなり強いっていう打ち手が一つあります。それはですね、ビジネスモデルを変えるということですね。どういうことかっていうと、通常は先に商品サービスを提供して後からお金をもらうっていう流れですよね。なんですけど、先にお金をもらうことができないかっていうことを考えるわけです。これがもし実現すればですよ、この運転資金っていうのもそもそもなくなるんですよね。先にお金入ってくるので。ただしですよ、これ何でもいいかっていうと、やり方は注意が必要で、よくね、建設業なんかで本当に資金繰り苦しくなっちゃった会社がこういう打ち手を打つんですけど、先にお金をくれたら3割引きで工事しますよみたいなことをやり始めるんですね。これは絶対にやったらダメです。逆に取引先にそんな提案されたらですね、あ、この会社危ないんじゃないかな、取引しない方がいいかなっていうことを考え始めた方がいいと思います。そうではなくて、例えばですよ、なんか商品サービス提供した時に保守サービスを2年分つけますと、先にね、商品代にこの金額乗せて払ってくれたら保守サービス2年分サービスでつけますよっていうことをやるんですね。そうすると実際にサービスを提供するのはかなり後になるんですけど、お金は先にもらえるっていう状況を作れますよね。で、この保守サービスっていうのは、保守サービスを利用するのが必要な状況にならなければ、そもそもコストが全く発生しない、何もしないっていうまま収入だけ入ってくるっていうことになりますので、まあ、非常にね、会社にとってはプラスになるかなと思います。で、実際に保守が必要になりましたっていう場合でも、例えばですね、すごい金額の高い部品を交換しなきゃいけないみたいな、そういうことが発生した場合には、こういう場合には別途料金取りますよみたいな条件をつけておけばですね、まあ、マイナスにならないように、まあ、そういう条件をつけておけば、後々ね、まあ、保守が発生しても会社にとってマイナスになることはないというふうに思いますので、まあ、そういう設計をちゃんとしておけば、お客さんとしてもね、保守サービスついてたら安心だなっていうのがあるので、両者にとってメリットがあるっていう状況は作れるのかなと思います。なので、もしね、資金繰りで苦しければコストでマイナスになるようなものはダメなんですけれども、先にお金を受け取れる方法何かないかなっていうのは、ぜひね、検討してみるといいんじゃないかなというふうに思います。ということで、本日の内容は以上になります。このチャンネルではですね、こういった経営者に役立つ話を日々配信しておりますので、ぜひね、チャンネル登録をして次回の動画を見ていただきたいのでですね、公式 LINE 登録者限定で、YouTube では伝えきれないようなお得な情報を無料で3本の動画でまとめてプレゼントしておりますので、ぜひね、動画概要欄の方から公式 LINE 登録して、動画の方をゲットしていただければなというふうに思います。ということで、本日は以上になります。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもいいねと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また動画概要欄から LINE アットの登録もよろしくお願いします。では次回の動画お楽しみに。